12月9日、金曜日の山陽新聞ニュースです。天馬屋は12日から古くなった消防隊員の防火服を再利用したバッグを販売します。特例子会社の天馬屋ハートネットが地元の高橋消防本部から材料を無償で譲り受け、仕立て直しました。全てデザインが異なるショルダーバッグや トートバッグなど合わせて30点を限定で売り出します。天満や岡山店が18日までで、天満や高橋ショップは常設、天満やネットショップは2023年1月頃までの予定です。価格は2200円から7700円です。岡山市の幸楽園で9日、園内にある松ぼっくりや菅の実を 使ってクリスマスリースなどの飾り付けをするイベントがあり、参加者が思い思いのアレンジでお気に入りの作品に仕上げました。革命館を会場に8人が参加し、萩の鶴で組んだリースに絵の具で着色した松ぼっくりや蔵の実、ヒイラギの葉を模して切った和紙などを飾り付けるなどして楽しんでいました。岡山県は9日、職員に 冬のボーナスを支給しました。一般職は平均788,600円で、去年の冬に比べて4.1%、33,000円の減となりました。対象は、教員や警察官を含む21,385人で、総額は4.4%減の168億460万3,000円です。県人事委員会は、 2021年度のボーナスを0.15ヶ月分引き下げるよう勧告していましたが、減額をこの夏に一括して行ったため、結果的に21年の冬に比べ、支給額が減少する形となりました。続いて、天気予報です。12月10日、岡山県南部は晴れ、夕方から曇りでしょう。 最低気温は3度、最高気温は16度でしょう。岡山県北部は晴れ、夕方、から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。最低気温はマイナス1度、最高気温は16度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前0%、午後10%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。